今回は簡単で本格的なルーローハンを作っていきます。でも豚足なので豚足ルーローハンです。ルーローハンって家庭で作ると照りを出すのが大変で、いろいろな動画を見ますが照りがないのがほとんどです。お肉は皮付きの豚バラを使うのですが、皮付きの豚バラなんて売ってないです。照りの正体はコラーゲンで、皮付きでないと難しいんです。それでこの豚足のトロトロ煮です。色は中国のたまり醤油。この醤油は塩分が少ないので色付け用の醤油とも言われてます。あと一般的にはウーシャンフェンを使うのですが、もっと美味しいシーサンシャンを使って作ります。シーサンシャンを使うと少しカレーっぽい中華の香りがするので、日本人にはこっちの方が馴染みやすいかもです。このラベルはちょっとびっくりなレトロパッケージですが現行品です。材料はこちら。ごま油を入れてニンニクと生姜を入れます。シーサンシャンも入れなければいけなかったのですが忘れてました。前回紹介したニンニクと生姜を入れているハニーディスペンサー、予想以上に人気でした。ニンニクから泡が出たら豚足のトロトロ煮を入れます。このトロトロ煮もアマゾンで売ってますので、販売されていない地域の方は概要欄を確認してください。もしちゃんと豚バラで作りたい時も豚足と一緒に作ると良いです。温めるとコラーゲンがサラサラになって全体がほぐれます。コラーゲンが溶けたら中国のたまり醤油を入れてください。シーサンシャンを入れ忘れてることに気づいて今入れてます。豚足がバラバラになったらセブンイレブンの半熟煮卵を入れて沸騰させます。沸騰したら火を切って冷まします。この冷ますのが大切です。3分くらい冷ましたら火はつけずにアロゼしながら照りを出していきます。盛り付けて完成です。味は薄めなのでタレをいっぱいかけても大丈夫です。おすすめ度は星4です。骨なしの豚足トロトロ煮があれば星5になります。